先日スターピースカンパニーから発表があり、ツガンニア4は市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき独立自主の首長連邦国家を創立、スターピース会議で正当な席次を獲得しました。首長連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。これによりこの星の血塗られた長い歴史に終止符が打たれ、世界を騒がせたカティカ・エビキン絶滅事件は遠い過去のものとなるでしょう。ツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大星系が交わる無主地帯に位置しており、惑星表面の気候が極めて劣悪であることで有名です。さらに常に小惑星の衝突の脅威にさらされているため、今ではこの星に定住する知的生命体はほとんどいません。彼らは複数の種族に分かれ、多くが遊牧を営んでおり、乾燥して雨の少ない荒野の中で過酷なサバイバル生活を送っています。そしてアイオーンの体系から完全に独立した民族信仰を発展させていました。ツガンニア、ツガンニア、乾ききった暴風の目、神々に見捨てられた地、意志はあっても水はなく、雷はあっても雨はなく、血はあっても涙はない。流星で我々を打ち、風雷で我々を鍛え、裂けた大地で我々をはむ。あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら、屈強という名の剣の下に置いた三つの目を持つ地母神よ。この声が聞こえたなら、どうか目を開けてこの子を見てください。あなたがこの子の父親を連れ去った時、この子はまだ羊水の中で眠っていました。そして今、私も夫のいる場所へ向かっている。私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。ただ産木で眠る我が子が母の鼓動を、雨降る大地の音を夢見ることができるか教えてください。命とは刹那に過ぎ去る夢でしかないのか教えてください。そうでないなら、なぜこの子は生まれたばかりで死を迎えようとしているのでしょうか。お母さん、お母さん、お母さん、雨だよ、雨が降ってきた。雨、そう、雨だよ、本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついてなかった。あの人たちが本当に雨を呼んだんだ。お母さん、これでここから出られる、家に帰
帰れるよ。家に帰る。三つの目を持つチボシンよ、あなたなのですね。私の祈りが届いたのですね。ありがとうございます、ありがとうございます。坊や、聞いて、これが雨の音よ。あなたが生まれた日、天もこうしてチボシンの恵みを降らせてくれたの。あなたは幸運な子、祝福された子。あなたの名前と同じように神がネビキンに与えてくれた贈り物。ああ坊や、チボシンがあなたのために三度瞳を閉じますように。あなたの体を流れる血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平凡でありますように。計略が決して露見しませんように。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。そろそろ起きる時間だ、ギャンブラー。ああ、ああ、参ったな。スラーダを飲みすぎたのかもしれない。君がこんなに早く戻ってくるとは思わなかった。それで、何か見つかったかい？君の推測通りだった。外の連中は誰もロビンが殺されたことを知らない。それどころか、かすかな噂すら流れてない。そしてテレビではまだ式典のリハーサルをする彼女の様子が流れている。おそらく替え玉だろうがな。人々は夢を見ているんだ。まあそうだろうね。ファミリーが気づいた夢の中で死が訪れるなんて誰も想像してないだろうし、ましてや被害者が調和セレモニーのヒロインだなんて。正直僕は信じてなかったんだ。何度か自分で試してようやく本当に死なないと分かるまでね。危険があればすぐドリームプールに強制的に目覚めさせられる。そして後に残るのはただの悪夢を見たような感覚だけ。だから確信したんだ。この事件の裏にはもっと大きな秘密が隠されているはずだって。なら君も記憶域ミームについて聞いたことがあるだろう。君の代わりにオーク家とのコネクションを作りに行った時、彼らも頭を抱えていた。死者はロビンの他にもう一人いる。密航者ということ以外具体的なことはわからないが。2件の殺人事件？なるほど。だからあの七死人の様子がおかしかったのか。きっと彼女はもう一つの事件に遭遇したんだ。この件の犯人は本当に狂ってるな。でも殺人事件はちょうどいい突破口になりそうだ。ファミリーの汚職を告発すればカンパニーが介入するための糸口にできる。
ただ彼らの手口は僕が思っていたよりもはるかに強引で、ロビンの替え玉まで用意していた。この二つの事件はきっと隠蔽されるだろう。どうすればいいかな。またとないチャンスだから失敗は許されない。慎重に慎重を重ねないと。大したものだな、ギャンブラー。もう行き詰まったのか。チップはたくさんあるけど、慎重に選ばないといけないからね。一番わかりやすいのはやっぱりロビンかな。覚えてるかい？あの仮面の愚者は僕に口の聞けない人を仲間にするよう言ったんだ。ロビンは彼女の言うところの口の聞けない人だろ。彼女は声を失った。普通の人は気づかないかもしれないけど、僕の耳はごまかせない。あれは気管が発してる声じゃなくて調和の共鳴だ。彼女が歌の練習で声を枯らしたわけじゃないなら、残る可能性は一つだけ。ファミリーに問題があったか、ロビン自身に問題が起きたかだ。それを確かめるために、どんな手を使ってでも彼女に会いたかったんだけど、彼女は死んでしまった。僕の目の前で全負けした挙句、自分を容疑者にしてしまうとはな。現場には目撃者がいたから、ファミリーも一応は君のアリバイを信じている。だが今後おそらく君はハウンドの監視の下で過ごすことになるだろう。現状は楽観できないね、教授。ああ、冷や汗が出てきた。この局面、まだひっくり返せる可能性はあると思うかい？確率を聞いているのなら、あると答えよう。ただ限りなくゼロに近い。ピノコニーの土地柄に合わせた言い方をするなら、夢を見るようなものだ。だが、もし君が我慢できずに誰かと運試しをしたいというのなら、ちょうどいい人物がいる。あの男はもう一度君に会いたがっている。あの男？サンデーだ。はあ、公に審問を受けるのかい？それとも裏で取り調べを受ければいいのかな。前者だったとしたら僕が伝えるまでもないだろう。なるほど、そういうことか。全部納得がいったよ。死んだ人は話せないけど、生きてる人間は。レイシオ、今なら確信を持って言える。ファミリーの内部には間違いなく問題がある。よく見ておくといい。あの男の妹が死んだんだ。彼が黙っていられるはずがない。こうしちゃいられない。今すぐ出発しよう。案内してくれ。お楽しみはこれからだ。着いたぞ。朝露の館、オーク家の要塞。各当主が集まり、ピノコニーの体型について議論する場所だ。要塞？いい例えだね。この前
イーマニカ星系の軍閥を相手にしたけど、彼らの同期機動農場ですらここまで厳重な警備じゃなかった。ここの所有者にぴったりだな。この屋敷は名目上サンデーのもので、彼の正体がなければ一般の客は一生ここに足を踏み入れる機会はない。自由に動けるうちによく見ておいたらどうだ。ねえ教授、随分な言い草だけど、君は一体どちらの味方なのかな。僕が君を裏切らないと誰が保証できる。見てろ、その支配欲に満ちた大久家の当主に会ったら、僕が彼の口から答えを引き出してみせるから。ついてこい。彼の応接室に案内する。余計なことは言うな。ファミリーの相手は僕に任せるんだ。ここの過去はとても面白いの。どこかでゆっくり話さない？運試しと行こう。
運試しと行こう。リスクのないリターン、悪くない。待ちたまえ、そこの二人。この先は会議を行う場所だぞ。部外者は立ち入り禁止だ。サンデーさんに頼まれて容疑者を連れてきたんだ。レイシオという名は聞いていると思うが。ああ、覚えているぞ。ヴェリタス・レイシオ。君のパンチカ総粒子時計は実に印象的だった。何の話だ。君の頭の上のそれだ。我が機動騎士の全領域戦闘動力アーマーには及ばないがな。前にも言ったが、君の幻想アーマーはそもそも存在しない。君には見えないだけだ。言っただろう。ファミリーだけが機動騎士の輝きを見られるのだと。さあ早く行け。サンデーさんを待たせないようにな。はあ、ここは外と同じくらいバカばかりだな。この先は？扉が閉まっている。僕たちだけでどうにかしなければならないようだな。僕が言いたいのは、ここには扉すらないのに、前はどうやって中に入ったのかってことなんだけど。セキュリティ上の理由からファミリーは行政施設を無境の奥に建てた。そこに行くための仕掛けはつぐみの彫像の中に隠されている。彫像の向きは変えられるようになってるんだ。前回はカンナという使用人が横の部屋に行って何か確認した後、彫像の位置を合わせていたが、じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。行ってみよう。もちろん全方向を試してみるっていう手もあるけどね。
はあ、これっぽっちじゃ入場できないよ。新しい時はさようなら。興味が湧きました。ここにも綺麗な模様をつけたらいいかもしれませんね。
6羽のつぐみは別々の方向を向いている。これは明らかにヒントだな。でもこれって本当につぐみなのかい？そうだが、どうかしたのか？いや、ただこんなに大きなつぐみがいるのかなって僕が見るに、これはハードイーグルだと思うんだよね。五大クランの中に鷹はいない。いるのはつぐみ、カタルスケだけ。はあ、なぜこんなことで議論しないといけないんだ。やっぱりこれが正解だった。実に素晴らしい発見だ。君には天才クラブに入るチャンスを譲ってやろう。本気で言ってる？てっきり君はとっくに諦めたものだと思ってたけど。ただの冗談だ。伝わらなかったか？中はすごく豪華だね。サンデーは自分に清廉なイメージを植え付ける気はさらさらないらしい。忠告しておこう。ここは無境だ。この屋敷のインテリアがどんなに豪華でもピノコニーには微塵も影響を与えない。つまらないところでファミリーのアラを探そうとするのはやめた方がいい。ああ、君の言う通り、ファミリーを破綻させられるのは死だけだ。きっとサンデーもそう思ってるんじゃないかな。それじゃ下の階に行くとしよう。
箱にも綺麗な模様をつけたらいいかもしれませんね。この程度の謎ですか。
待て。どうかしたのかい？まさか道を間違えたとか？間違えたわけではないが、この扉には鍵がかかっている。おいおい、君、本当に彼と約束してるのか？これはテストだ。話をする前にサンデーに自分の価値を証明しなければならない。僕の認識が間違っていなければ、この広間で扉を開けるための方法を見つける必要がある。さもなければここが僕たちの監獄になるだろう。脱出ゲームってことか。面白い。真面目にやれ。誰も君と遊んでるわけじゃないんだ。まずは戻ろう。ヒントは大方あの目立つ箱庭の中にあるだろうからな。うーわ、大きな箱庭。お金が貯まったら僕もこんな高いビルを建てたいな。ここを見てくれ。模型に分かりやすく亀裂が入ってる。どうやら君の言う通りだったみたいだね。前に来た時はこんなスロットはなかった。あの男が意図的に作ったのは明らかだな。君の天才的な頭脳ならここに何が置かれていたのかも覚えてるよね、教授。当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐにわかる。はいはい。なんか今の僕たちって侵入窃盗学の学位を取得しようとしてるみたいだね。見つけた。あれだ。おや？楽しいです。素晴らしい時はさようなら。ボン。好きに使ってくれ。おやすみ。待ちなさい。離れなさい。はい。
命の葉いずれ風に吹き落とされる。素晴らしいと、さようなら。パン。命は不思議ですね。知れませんね。予想以上の成果ですね。プレートにはガリバーアーチって書いてある。君、こんな小物のことまではっきり覚えてるのかい？それにしてもこの見た目、なんだか通り抜けるだけで人を小さくするトンネルを思い出させるな。僕が君なら今すぐ口を閉じるところだ。余計なことは言わない方がいい。まるで積み木を積んでるみたいだね。僕は積み木で遊んだことがないから、チップを積むのとどっちが面白いのかはわからないけど。ほら、ぴったりやって完璧だ。え、次は？嘘だろ、体が小さくなった。夢でも見てるのか。ま、ここは夢の中ではあるな。教授、君めちゃくちゃ大きくなってるよ。まさか箱庭の中に入ってこんなに小さくなるなんて。いっそのこと、このまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服の中に入れるんだ。
そうやってファミリーの内部に潜入して、冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。
こんにちは。黄金の時の基盤模型へようこそ。私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。喜んでお手伝いしましょう。なら案内してくれ。こんにちは。黄金の時のキ基盤模型へようこそ。私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。喜んでお手伝いしましょう。ガイドを生成しています。しばらくお待ちください。最寄りのチェックポイントを検出しました。おー、私の背後のガチャ模型をご覧ください。何がなんだか、ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか。僕は何もしてないのに。教授、証人になってくれるよね。僕は何も見ていない。ガチャの模型だ。地面に操作できる場所はないね。上にあるあれかな、
教授、ちょっと手伝ってくれ。やっぱりだ。この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで、違うのは人が住んでないってことだけ。サンデーのやつ、こんなミニチュア模型を朝起きたらすぐ目に入る場所に置いてるなんて、ピノコニーの巨人にでもなったつもりか？上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシン。上の階に飛んでいったかけらがある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。やっぱりここにあるのはピンボールマシンの台座だけで、中は空っぽだ。教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボールマシンの模型はアーチのように広間のどこかに置いてあるはずだ。待っていろ、すぐに戻る。ああ、これでようやく静かになるな。教授、なんでまだいるんだ？あのピンボールマシンの模型がないと、僕たちずっとここにいることになるぞ。奇妙な装置だな。中にいるうるさい小人さえいなくなればもっと評価を上げるところだが。レイシオ、聞こえてるぞ。奇妙な装置。レイシオ、
これだ。楽しい一人の時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだな。来たんだね。それをここに置いてくれ。助かったよ。ありがとう教授。礼しよう。君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから今なら僕をひとひねりにできるだろうね。君が同意するなら今すぐ実行に移しても構わないが。
これで全部集まった。楽勝楽勝。これで全部集まった。楽勝楽勝。楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。ちょっと名残惜しいな。ピノコにも悪いことばかりじゃないだろう。今回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。
君が生きて箱庭から出るのを見ると残念な気持ちになるな。サンデーはこの扉の奥にいる。これは僕の薄っぺらい見解だが、彼は一筋縄ではいかない相手だ。覚悟はできてるか？もちろん。ま、覚悟が必要なのは彼の方だと思うけど。君の計画を話してみろ。計画なんてないよ。ただ臨機応変に動くだけ。人と交渉する時のカードは利益か恐怖、この二つしかないからね。君は本当に誠意というものを理解していないようだな。それ僕の誠意が足りないってこと？わざわざ強調することもないだろう。僕たちは死を利用するんだから。妹が死んだ以上、あの男がじっとしていられるはずがない。これが恐怖だ。そして僕は彼のために殺人犯を捕まえる。彼は地位や立場が邪魔で自分ではできないけど、僕ならできる。これが利益だ。なぜ彼にはできないと言い切れる？そもそもわざわざ対立しているカンパニーの人間に頼んだりするか？理由なら単純なものさ。今回の殺人犯はファミリーの中に潜む裏切り者である可能性が高いからだよ。君が以前矛先を向けたのはあの巡回レンジャーだった。あれは口実だよ教授。あの人は怪しかったから誰かに牽制してもらう必要があったんだ。僕たちが行動するとき視野の外の変数は少ない方がいいからね。それに彼女が何者かを知る必要もあった。僕の幸運が本物なら彼女はきっと重要な駒になる。そして今回の件で僕を助けてくれる友達は多ければ多いほどいい。でも正直に言うと殺人事件と彼女は無関係だと思う。僕の見解に変わりはない。きっとファミリーの内部で何か問題が起きてるんだ。そうじゃなきゃサンデーが水面下で私的な面会をセッティングすると思うかい？これは取り調べじゃなくて秘密の交渉なんだよ。見ていてくれ。ロビンの死をチップに自由と力を取り戻してみせる。最後にはこの美しい夢をひっくり返して最も盛大な死を作り出そう。この扉を通って勝利のチャンスが手に入るなら、たとえ可能性が限りなくゼロに近かったとしても迷う必要なんてない。そうだろ？このギャンブラー、何を根拠に自分が勝てると思ってるんだ？チップ3枚で十分。オールオアナッシングだ。私の用意した謎はあなたには簡単すぎたようですね。
カンパニーの使者。お世辞をどうも。あれだけの手間をかけて歓迎してくれたことに感謝するよ、サンデーさん。ただこれは誠意ある招待とは思えないね。ええ、これは招待ではなく呼び出しですから。話し合いを始める前にあなたの品性を試さなければなりません。おそらくあなたのそばにいる博学なご友人にいろいろと助けてもらったのでしょう。ああ、そのことは僕よりも君の方がよくわかってるはずだ。彼は自分の役割を忠実に果たした。そうだろう？ええ、先日教授はアベンチュリンさんの高貴な人柄を保証してくれました。あなたも教授同様正直な心を持っていて、ファミリーが信頼するに値すると。今あなたの人となりがよくわかりました、アベンチュリンさん。あなたは勤勉で寛大で協力的だ。そして数々の障害を乗り越え私の前に現れた。これだけでもあなたの知恵と勇気を信じる理由になるでしょう。ですが、一つ聞かせてくれませんか？あなたの才覚が誤った方向に使われ、会うべきではない人物に出会い、現れるべきではない場所に現れ、起こるべきではない惨劇を目撃したことについて。顔色があんまり良くないね。一応確認するけど、君を苛立たせているのは僕かな？もし違うなら、僕は君の味方だ。私の理解が間違っていなければ、今の言葉、ファミリーを激しく非難しているように聞こえたのですが。その理解で合ってるよ。だって、君のそばでは静かに悪が増長してるんだから。腹の探り合いはやめて、妹さんのことについて話そう。彼女の才能は芸能界でも右に出る者がいないほどのものだ。でも君も知っているように、ピノコニーに戻ってから彼女の声はずっと不調だった。さらに恐ろしいのは、彼女はもう歌うことができないということだ。これは誰の仕業なのか。みんな犯人は外部の人間だと思ってるけど、僕は知ってる。君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて妹の仇を討つことができなくなっている。君は孤立無援だ。だから激しい焦燥を感じてるんだろう。さらに恐ろしいのは、彼女はもう歌うことができないということだ。これは誰の仕業なのか。みんな犯人は外部の人間だと思ってるけど、僕は知ってる。君の心の中には別の答えがあることをね。今君の高貴な身分はかえって枷となり、犯人を捕らえて妹の仇を討つことができなくなっている。君は孤立無援だ。だから激しい焦燥を感じてるんだろう。でも心配することはない。僕は君の味方だから。アベンチュリンさんがそう思ってくださるのはとても光栄なことですが、一つ確認させてください。あなたのように私欲がなく寛大な方なら見返りなど求めませんよね。ああ、今回のことで君が何かを失うことはない。僕はただ自分のものを取り戻したいだけさ。好みの自由、ファミリーが保管している携行品、あの謝礼金、そして
奇跡の入った箱。その通り。奇跡。戦略投資部の貴重な資産、孫悟の指令の体験が収められた聖なる石で、生産のエキスパートたちが一つずつ持っていると聞いています。それほど貴重な品なら、他のどんな報酬よりも価値があるのではないですか。でも君も知ってるだろ、真実を明らかにするためにはある程度の高いリスクがつきものだって。アベンチュリンさん、あなたは外にいるとき常に自分の身だしなみに気を使っていますか。ネクタイはまっすぐに、シャツはベストから出ないように、スラックスのラインは直線になるよう保ち、常に靴の先に合わせるといった具合に。もちろん。そうですか。ですが私は違います。なぜならそれは適切ではありませんから。本来なら外に出る前に全てを整え、決してずれないようにしなければならないのです。私はいかなるリスクも犯さない。奇跡はファミリーが保管しなければなりません。少しも相談の余地はないのかい。二度も断らせないでください。わかった。じゃあ謝礼金だけ返してくれればいい。さすがにそれは返してくれるだろう。商人は交渉のカードがないと何もできなくなってしまうからね。思っていたより妥協するのが早かったですね。残念ながら商人よりもギャンブラーの方がチップを必要とするものです。謝礼金をお返しするのは構いませんが、その前にあなたの口からはっきり聞かせていただきたい。あなたがすっぱりと諦めたあの箱の中には一体何が入っているのですか。三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。何をした。調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。祖に光を降臨させるよう願い、私が祖の代わりにあなたに質問していきます。そしてあなたには私の信頼を得るために身の潔白を証明する時間が113秒与えられる。僕が答えることを拒否したら。それでは調和があなたを拒絶するかどうか試してみましょう。質問、あなたは奇跡を持っていますか。ああ。簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性を理解しているようだ。あなたはピノコニーに来た時、奇跡をファミリーに渡しましたか。ああ。あなたがファミリーに渡した奇跡はあなたのものですか。ああ。今あなたの奇跡はこの部屋の中にありますか。ああ。あなたの記憶はいかなる形でも改変または削除されていないと誓えますか。これにはガーデン・オブ・リコレクションの技術を含みますが、それに限りません。ああ。あなたはスガンニアのエビ金属ですか。
ああ、で、そんなことまで知ってるのかい？エビ金人は自分や他人の思考を読み取ったり、改変、操作したりする能力を持っていますか？ないね。それが何か関係あるのかい？あなたは自分自身よりも家族を愛していますか？ああ。エビ金人は全員、ある虐殺によって命を落としましたか？いや。あなたは一族で唯一の生き残りですか？多分ね。あなたはこの世界を憎み、自分の手で滅ぼしたいと思っていますか？わからない。興味深い。では最後の質問です。あなたは今、砂金石が無傷でこの箱の中にあると誓えますか？もちろん。答えは出たようですね。箱を開けてみてください、アベンチュリンさん。これはあなたの名誉を守る最後のチャンスです。探していたものですよ。約束通り来てくれましたね、博識な教授。これはこのドタバタ劇の中でファミリーの味方になるということでよろしいでしょうか？なぜ僕を引き入れられると思うんだ？聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。そして私は知っている。あなたが何よりも知識の追求を優先する真の学者であるということ。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事なものを失ったりしないことも知っているだろう。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。ファミリー以外にそのような知識を共有しようとする派閥がないことは、あなたもよく知っているのではありませんか？言ってみろ。僕に何をしてほしいんだ？アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただきたい。君たちは彼の軌跡を取り上げたんだろう。羽を抜かれたクジャクは飛べないぞ。しかし、戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力があり、
カンパニーの利益のために手を取り合っていると聞いています。もう少し分かるように言ったらどうだ。アベンチュリンさんが差し出した奇跡は本当に彼のものなのでしょうか。彼が他人の奇跡を渡したんじゃないかと疑っているのか。銃の赤心の団結力を買いかぶりすぎだ。彼らにとってあれは命よりも大切なものなんだぞ。ですが彼が狂ったギャンブラーであることはあなたも知っているでしょ。勢いがある分警戒もしなければなりません。彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。まったく、君は一度精神科医に見てもらった方がいい。箱を持ってきてくれ。奇跡が入っている箱は特別な作りをしていて、カンパニーの幹部や関係者でなければ開けることができない。僕はその中に含まれている。お願いします。残念ながら君の推測は正しかったようだ。金色の石ですか。クリフォトの生体の光と同じ色ですね。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の赤心は自分の意志で奇跡を掘り、唯一無二の輝きを放たせる必要がある。それを君に教えたりはしないだろう。そしてこの金色の石はトパーズのものだ。別名は黄玉、砂金石ではない。どうする？彼を問いただすか？まだその必要はありません。それよりも私は彼の奇跡が今どこにあるのかを知りたいですね。一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼は隠そうとはしていなかった。最初からあの奇跡は君の手の中にあったんだ。なるほど。このバッグ、命よりも大切な奇跡を安っぽい宝石の中に混ぜ、謝礼金と偽って預けるとは、いかにもアベンチュリンさんらしいやり方ですね。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻そうとしている。これは賭けだ。彼は一歩間違えれば全てを失うと分かった上で賭けに出たんだ。博識な教授、ご協力ありがとうございました。ファミリーは必ず恩人に報いると約束します。ならず者については相応の恥辱が与えられることを願いましょう。あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗を付け加えることができました。レイシオ、この野郎。本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、
今のところあなたに残された時間はあと17システム時間です。この時間を大切にして失敗の余韻をしっかりと味わってください。もう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき洗礼を審判に変えてしまいました。私にはそれを解く理由がありません。はっ、これが調和？束縛と強制の上に成り立ってるのか？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目なもののためにあるものですが、私はあなたの不屈の心を見て新たな生の可能性を授けることにしたのです。この17システム時間、あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。あなたに与えられた道は2つだけ。それは約束の期限内に私の試練を達成できるかどうかにかかっています。成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから先ほどは今のところと言ったのです。どっちにしても僕の末路は変わらないみたいだな。確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。そして私は内部から粛清を行い、17システム時間以内に真犯人を捕らえる。その時が来たらあなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいはあなたがより多くのものを提供することができれば、祖は本当の慈愛と誠意をあなたに与えてくれるでしょう。恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって？そんなの不公平だ。君たちの金の匂いが充満した遊園地じゃ金がなければ何もできない。これはあなた個人の正義の行動、ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。その安っぽい宝石で全てを手に入れられるでしょう。それこそギャンブラーが最も得意とすることではありませんか？さあ行ってください。アベンチュリンさん、あなたは自由だ。私はここで吉報をお待ちしています。つまりこの会合は取り調べでも何かの話し合いでもなく、ただの死刑だったってことか？まさか。アベンチュリンさん、私は本当に知りたいだけです。偶然彼女の殺人現場に現れた通りすがりの人物が何を発見できるのかをね。ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。まだ何かあるのかい？あなたは本当にこの世界を自らの手で
滅ぼしたいのですか？カカワン社、どこに行ってたの？怪我してるの？取り返しに行ってたんだよ、お姉ちゃん。あの人たちのところに行ったの？危ないじゃない！こんなネックレス、食べれるわけでも飲めるわけでもない。これがなくても生きていけるけど。弟のあなたはいないとダメなの！もう二度とあのカティカ人たちには近づかないって約束して、いい？お姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。バカなカティカ人なんかより僕の方が頭がいいから。あいつらとゲームをすると絶対に僕が勝つんだ。勝つ？一体何があったの？詳しく教えて。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、どっちが先に死ぬかってね。それで僕が勝ったんだ。あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、そんなことしてない。ちゃんと正々堂々勝負したんだ。うん、あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。その幸運は地母神からの贈り物なんだよ。でも、だからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて、残酷で強欲なんだから。お父さんとお母さんのことを忘れないで。これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、あなたは私の最後の家族なの。お姉ちゃん、ごめんなさい。僕、お姉ちゃんに喜んでもらえると思ったんだ。これはお母さんの形見のネックレスだから。もうこんなことしないよ。もちろんネックレスは大事だけど、私にとってはあなたの方がずっと大切なの。だって最愛の弟なんだから。あなたを責めるつもりはないけど、お母さんの言ってたことを忘れないでね。苦しみと貧困は地母神の試練。でも地母神は私たちにチャンスも与えてくれた。それがあなたの幸運だよ、カカワーシャン。あなたの幸運は私たち、うん、全てのエビキン人にとって最も貴重な宝物なの。あなたは地母神の祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける。だからちゃんと自分の身を守って、苦しみや貧困を憎まないで。
わかった。言うことを聞いて、地母神に誓うの。わかった。僕は地母神に誓って、この財産を守り続ける。でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つ地母神が本当に僕たちを見守ってくれてるなら、お父さんが竜さんに飲み込まれた時、どうして助けてくれなかったの？お父さんは地母神に捧げる供物を用意するためにカティカ人のところまで行ったのに。母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、地母神はどこにいたの？お母さんは最後の瞬間まで地母神に許しを求めてたのに。お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど、僕にはわからないんだ。すべての雨が地母神の許しと恵みだって言うなら、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬためだけに生まれてきたんだろう。